駒澤大学、青山学院大学の一戦です。ピッチャーは北村智則です。昨年の秋には初完投初完封を含む3勝を挙げています。バッターボックス、先ほど内野安打、橋口才輝。ツーアウト満塁。4回の表、逆方向、これはフェアになっています。ランナー1人帰ってきて、2人目もホームイン、ランナー2人帰ってきました。4回の表、駒澤大学2点先制、橋口のタイムリーツーベース。小田光一郎1年生、さあ一気に同点、逆転のチャンスです。初球レフトに上がっています。レフト掴んでいる、タッチアップ、送球返ってきて、これタッチはできません。1点を取り返しました、青山学院大学。小田光一郎のレフトへの犠牲フライ。中野春が三塁ランナー。そしてバッターボックスは手塚優。高井俊介、4球目、これは三塁線抜けていきます。三塁ランナーホームイン、同点です。手塚優のタイムリーツーベース。先ほどレフトへのヒット、中野春今日3打席目。この当たりはレフトフェンス直撃、ランナー1人帰ってきます。ホームイン、青山学院大学3対2、逆転に成功です。迎えるバッターは駒澤大学キャプテン、与田亮介。さあバットを短く持って、与田亮介、右中間真っ二つ、二塁ランナー三塁を蹴ってホームイン、同点です。駒澤大学、そして与田は三塁へ、これはセーフです。同点のタイムリースリーベース、与田亮介。5番バッター岩本がバッターボックスです。ワンアウト三塁一塁、ワンボールツーストライク。当てただけの打球になりましたが、その間に三塁ランナーホームインしています。逆転に成功です。駒澤大学、岩本浩太ショートゴロの間にランナーホームイン。さあ1点を追いかける青山学院大学、ワンアウトランナー三塁、逆方向レフト線落ちていきます。同点のランナーがホームイン、山中のタイムリーツーベース。バッターボックスは林拓磨、失礼、ツーアウトランナー二塁一塁、詰まっています。フルカウントですのでランナーはスタートします。一塁間抜けていきます。二塁ランナーは三塁蹴ってホームイン、一点を追加しました駒澤大学。9回の表、林拓磨にタイムリーヒット、一二塁間見事なタイムリーヒット、ツーアウトランナー満塁です。塁上すべて埋まっています。さあここで迎えるは4番バッター大森、初球これはボテボテの当たり、一塁ピッチャー投げていますが、この送球添えています。2人目もホームイン、送球が乱れた間に2点を追加しました。7対4、佐藤秀雄に代わりまして小高が入っています。この当たりはライト見送っています。代打小高、ライトへのホームランが飛び出しました。1点を取り返します、青山学院大学。7対5、その差は2点差です。ライトへの見事なソロアーチ、4月12日の中央大学戦に続くホームランです。小高葵、逆方向レフトキャッチしています、3アウト。駒澤大学、青山学院大学の一戦、7対5、駒澤大学が勝利しています。